はい、どうもこんにちは、なのゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2000年度の大阪大学の入試問題です。えっ、ー、と、半対の理系ですね。えー、範囲は数2の図形等方程式ですね。えー、まあ、そこの中で完結している問題ですね。はい。えー、それではやっていきたいと思います。A、大なり B、大なり0とすると。 え円 x の二乗足す y の二乗これ a の二乗半径が a で原点中心の n ですね、えー、上の点 b、えー、ルート a の二乗マイナス b の二乗における接線と x 軸との交点を p とすると、まあ、結構図が書いてあるんですけど、えー、と点 b がどこにとってあるかというと点 b はこの黒い線で書かれているところですねここですここが、えー、と交点 接点ですね。b、えー、ルート a の2乗マイナス b の2乗となっている点です。で、ここにおける接,接線を引いて、x 軸との交点を p としてますんで、ここに p, p になってますね。で、えーっと、また点、円の外部の点、えー、bc から、 bc というのは b はえと x 座標が同じなんですね。で、その bc からこの円に2本の接線を引き、接点を qr とすると。この時2点 qr を通る直線は p を通ることを示せという問題です。えっ、ー、と、その qr というのはこのオレンジ色の線ですね。オレンジ色の線はえと点 p を通っていますよね。えー、まあ、 ざっくりとして書いたんですけど、結構まあ正確になっている図だと思いますね。まあ、これをしっかりと証明せよっていう問題なんですけど、これえっ、ー、と実は曲線というのが、えー、キーワードになっているんですね。曲線というえっ、ー、とまあこの線を求め方を証明を知っていればえっ、ー、と解けてしまう簡単に解けてしまう問題なんです。 いわゆるその点 BC における曲線がこの赤い線になっているんですよ。点 BC における曲線と言われるものですね。その証明をしっかりと書けるかどうかということですね。はい。それではやっていきたいと思います。えっ、ー、と、まず点 B と、それからルート A の2乗マイナス B の2乗。この乗における 接線の式はどうなるかというとこれまあ公式ですよねえっと bx+√a の2乗引く b の2乗 y=a の2乗という形になってえこれをまあ1番としましょうかそうするとえこの黒い線ですねの式ができますこれが1番ですね えー、x 接点は、えー、つまり点 P の x 座標は x イコール b 分の a ですね。a の2乗ですね。えっ、ー、と y に0を代入して x について解けばいいだけなので b 分の a の2乗ですよね。よって、えー、点 P は、えー、と b 分の a の2乗0ということが言えます。で、 次にその QR の接点を X1Y1 とかっていうふうに置きます。QR の接点を。まあここからね、その曲線についてのその証明の仕方を知っている人は、えっ、ー、と、この回答を、えっ、ー、と、作ることは何の労力もないというか、まあちゃんと覚えてればなんですね、と置くと、 え接線の式はえっとこの x1x+x1x+y1y=a の2乗になってそれから x2x+y2y=a の2乗になるわけですよね。この QR のえーと接点ですね。 ここごめんなさい接線って書いてありますけど接点ですね、えー、QR の接点をこういうふうに置くとってことですね接線の式はそれぞれこうなりますよねでこれが、えー、それぞれ点 P を点,点 P じゃなくて点 BC を通るから BC を通るので、えー、と B と C を代入して えー、式が成立すするわけですだから x1b+y1c=a すイコールの2乗それから x2b+y2c=a すイコールの2乗という式ができるわけです。でもこれはこの2式は結局何を言ってるかというと bx+cy=a すイコールの2乗が。 2.qr を通るってことを意味してるんですね。これが 2.qr を通るということを意味している。はいこの。この考え方、この証明がいわゆるその曲線の証明です。 点 BC における、えー、BC がその円状にあるときには Bxy=a c、y A、の2乗になるわけですよね。でも、えー、とその円の外側にあるときには、えー、二接線の,その交点、うん、接点ですね接点を通る直線になるんだっていうことを知ってるか知らないかで決まってしまう問題ですね。まあ、この、あのー、照明っっていうのはちょっと鮮やかな 感じなのでなかなか思いつくものではないと思いますしまあしかるべき参考書で、えー、訓練を積めばねこの証明はできるようになりますんで、えー、しっかりと勉強したかどうかが問われる問題だと思いますつまりこれ bxy=a の2乗が、えー、っとその点 bc における曲線になっている直線 qr が曲線になっているっていうことが問われているわけです。 で、もうこうやって、えー、Bx たす Cy=A ルの2乗っていうふうに出てきたら、これ y=0 ルと置け,置けば、y=0 ルと押して、えー、x=b イコール、B、分の A の2乗って出てくるわけじゃないですか。ということで、これで直線 QR は点 P を通るってことが言えます。 これでで署名終わりですね。まあ QR のねこの式っていうのはその曲線の式を知らないとなかなかね見つけられなかったりえっ、ー、と AB からどうやってそのこの赤い線ですね赤い線の式をどうやって求めようっていう話になるわけですよ。まあだけどねえっ、ー、とこの BC に直行してるっていうことなのでまあ例えばねこう,こういうふうに直行してるわけですからここね。 え方線ベクトルが BC になっているので Bxcy イコール何とかっていう形になるんですよね。でその何とかっていうところが A の2乗になるっていうのが見えればいいので、えー、っとまあ初等期化的に求めることもできなくはないんですけどねまあこの証明が一番簡明、えー、で分かりやすいし、えー、有名なので是非覚えておくといいかなと思います。ここです、ね、ここででですすねねま この、えー、Bx プラス Cy=A の2乗が 2.PQR を通ることを示しているということで結局直線 QR がこの式になるってことですね直線 QR の式がこの式になるってことでその式のことを、えー、点 BC における曲線と言いますこの点 BC における曲線がこれになってるってことですねこのオレンジの線になってるってことです、まあ、それが えー、今回問われてているってことですねはいというわけでまあえっ、ー、と点 P を通るっていうことに、えー、とちょっとね、えー、すり替えてますけど本質的にはその BC における点 BC における曲線の方程式を求めようって言われているのと何ら変わりもない問題なので、えー、しっかり演習してるかどうかが で決ままるるような問題だと言えるとえ思いますはいというわけで、えー、まあこれちょっと理系としては優しい部類に入るかなと思いますけど、えー、どうぞ頑張ってみてください。うん、はい今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。